こんにちはレトスの小野です本日は初めにお知らせがございます本日短期集中実力アップ講座を開講させていただきますこれまで勉強してきたけど実力がついていない卓球試験まであと数ヶ月しかない中で何をどのように勉強したらいいのかがわからない忙しくて時間がないけど 今年、達見合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実力アップ講座はおすすめです。無理なく、無駄なく、効率的に達見合格を目指せる短期講座で、あなたを達見合格に導きます。一緒に勉強して達見合格を目指しましょう。先月末まで開講していた個別指導については、約20万円受講料かかってたんですけれども、この短期集中実力アップ講座、 短期講座は半額以下の受講料で受講していただけますまだ今からでも今年の合格目指せますんで理解学習を実践して今年絶対合格しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで是非そちらからご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます A が所有する高建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせたその後 A はこう建物を C に賃釈し C が占有している時に工事の貸しで塀が崩れ第三者 D に怪我をさせてしまった B は貸しを作り出したことに故意または過失がなければ D に対する損害賠償責任を免れることができるルか×かという問題です 考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えはえ、丸ですねえ。問題文の状況からいくと、A が所有する高建物があって、えー、これに塀を設置するため、請、えー、負い業者、B さんに任せたんですね。なので、B さんは請負い業者です。 そして A さんがこの建物を C に貸したわけですね。つまり C が占有者とまいう状況です。A さんが所有者でこれを C さんに貸したから C が賃借人ですね。占有者です。で、これ塀があるんですけども、この塀っていうのは A さんは B さんに受け負いまかして B さんが作った塀だということですよね。 そして工事の歌詞で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまったとえ工事に過失があったんですけどもこれっていうのはえ故意でもなければまた過失でもないってことなんですねつまりこの工事業者 B さんっていうのは故意も過失もないそういった状況だということですその状況で B さんは D に対する損害賠償責任を免れることができるかと聞かれているんですけどもこれはできるんですね そもそも不法行為っていうのは故意または過失があることを前提に損害賠償責任を負うって話なんですよつまり故意、過失どちらもないというのであれば損害賠償責任を負うことはありませんので今回の問題は丸になるということですで2番ですねえ罰則です宅建業法の罰則です宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合 監督処分の対象となるほか、六ヶ月以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられることがある。丸かバツかという問題です。で、答えは丸ですね。著しく事実に相違する表示。これは巨大広告に当たるんですね。で、巨大広告をやってしまうと監督処分の対象となるほか、六ヶ月以下の懲役もしくは百万円以下の罰金または平価。平価っていうのはこうどっちもってことですね。 ににせられるるこことととがありますすななののでで今回の問題は丸になるということですでただ、罰則については覚えるのが大変ですよね。なので、短期講座ではこれについてどのように対応するかもお伝えをしております。受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。では、問いさんです。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者、または占有者に対して、 当該土地、または当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。丸かツかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。まあ、これは丈夫そのままなので、そのまま覚えていただいて大丈夫です。知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者、または占有者に対して、 何を求めることができるのかこれは土地の状況だったり土地内の工事の状況について報告してくださいと求めることができます。まあ、ここはそのまま頭に入れていただければと思います。そして初めにもお伝えをした通り本日から短期集中実力アップ講座を開講させていただきます。これまで勉強してきたけど実力がついていない。宅建試験までであと数ヶ月しかない中で 何をどのように勉強したらいいのかがわからない。忙しくて時間がないけど、今年、達見合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実力アップ講座はおすすめです。無理なく、無駄なく、効率的に達見合格を目指せる短期講座で、あなたを達見合格に導きます。一緒に勉強して達見合格を目指しましょう。先月末まで開講していた個別指導については、 約20万円受講料をかかってたんですけれども、この短期集中実用カップ講座、短期講座は半額以下の受講料で受講していただけます。まだ今からでも今年の合格目指せますんで、理解学習を実践して今年絶対合格しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座は、この動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで、ぜひそちらからご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。 卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのモノでした。